この沖たまごは私たちファミリアという会社が運営しておりまして、農業、一次産業の6次産業化のお手伝いをする会社なんですね。コンサルティング会社なんですけれども、飲食店をプロデュースしたり、農家さんのこう野菜とかを商品化したり、あとかこう売り先をこう一緒に考えたりとか、そういうことを行っている会社です。このおひさま号は、仙台市の仮設住宅を回って、買い物が困難な方の買い物のお手伝いとして、今こういろんなものを積んで回って販売を行っております。震災翌日からすぐにこう炊き出しを行ったんですね。で、もう北はこう岩手の方から南はもう福島の方まで幅広く炊き出しをやらせていただいて、でその中で買い物っていうニーズが出てきたんですね。でそれで今こうなるべくいろんなものを、はい、そうですね、まあ、置いてやらせていただいているところでございます。ゆくゆくどういう風なものを売るかっていうのは、お客さんのニーズの変化に伴って売るものが変わっていきますので、そこは柔軟にやって、外に出られる方に対してはこうやってお店を広げて販売をしていて、で家に出られないって方は家の中まで行って、こんにちはって言っていつもこう販売したり、注文していただいたものを届けたりだとか、でそれだけじゃなくて、まあ、いろんな悩みを聞いて、それを市の方だったりそこに相談したりだとか、そういったこう物を売るだけじゃなくて、そういったサポートまでも、行えるように努めております。はい、大江田さんの卵といって、これを卵かけご飯で食べると、もう目隠ししても、あ、これって絶対わかる。この卵を切らしたらもうすごいブーイングが起こるという、そういう卵でございます。ぜひ一度、お試しください。ありがとうございます。